激しい試合をしてくれたことも含めてありがとう。あなたたちは強かったです。3年後私たちはどれだけ上達したかをお見せすると約束したいと力強く口にしました。心温まるエピソードでしたね。2026年に予定される次の WBC が楽しみです。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではプロ野球の時事ネタや選手について発信していくので、チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。